天然理心流。覆面の男への唯一の手がかりを追い、新選組への潜入を決意した龍馬。二番隊隊長長倉新八との激闘の末、龍馬は入隊に成功する。そしてついに姿を現す天然理心流を操る新選組の大幹部たち。事件の真相へ一歩近づいたかに見えた龍馬。そこへ現れた新選組副長土方歳三。この男が龍馬の人生を大きく動かす。新選組三番隊隊長斎藤はじめ、龍馬のもう一つの人生が今始まる。局長、局長は近藤局長は所用につき欠席です。またですか。今じゃ新選組も大使千人を抱える大組織。その頭が幹部会にろくに顔を出さないというのはいささか問題ですな。幹部会を通じて局長からの指示は私が伝えています。組の運営も極めて順調に進んでいる。それでも何か問題が、伊藤さん。今はそれでいいですがね、土方さん。これからもっと組は巨大になるでしょうし、派手な戦も起こるでしょう。そんな時に頭が目の前にいないというのは、参謀の私としては見逃せない事態なんですがね。いっそのこと新しい局長を決めるっちゅうのはどうです。どういう意味かな、鈴木君。いくらことが順調に進んでる言うても、一軍の将っちゅうのは兵に、何より敵に姿を晒し続けてこそ部下も己の命を張る気になるっちゅうもやないですか。強さこそが新選組の正義なんでしょ。なら隠れてこそこそやっとる人間より局長にふさわしい人物がおるやろって思いますがね。君の言うふさわしい人物というのは伊藤さんのことを指しているのかね。いや、そんなことは別に。そうか、私にはそう聞こえたが、伊藤さんのつてで隊長まで上り詰めた君のことだ。伊藤さんに恩義を感じるのは当然だが、発言には気をつけた方がいい。お気遣いどうも。新選組は近藤局長を中心に動きます。これまでも、そしてこれからもね。参謀の伊藤さんはどうぞ心配なく。わかりました。ま、局長には伊藤が心配してましたとお伝えくださいよ。
伝えられるならの話ですがね。どういう意味ですか？ああ、いや、これはあくまで噂ですがね。実は局長はとっくに死んでるんじゃないかって、そんな話があるんですよ。根も葉もない噂だ。そうでしょうな。私もそう思います。でもこんな噂が立つのも無理はないでしょう。ここしばらくの間で近藤局長に会ったことのある人間がどれだけいますかね。なんせ参謀の私ですら入隊時に一度お会いしたっきりですからね。局長の不在をいいことに土方さんら元司令官の方々が新選組を私物化しようとしているなんて、実にけしからんことを言うやつも出てくる始末で、いやいや、実にけしからんですな。そんな状況なわけです。よろしく頼みますよ、副長さん。もちろん。いつまで小難しい話してんねん。また遅刻か、掃除。お前らのつまらん話聞くくらいなら寝とった方がよっぽどマシや。それより新隊長様はまだ来てへんのかいな。遅刻とはけしからんの。もうすぐ来るはずだ。すいません、いますからね、僕ね、はい。全然、話し出すタイミングがつかめなくて、申し訳ないです。ずっと聞いてました、はい。いや、やっと喋るぞ、つって。いやー、なんだ、遅れて登場か？斎藤はじめ、またおなお。坂本龍馬が、新選組の、ね、会議に出席。頼もうっつって。いや、それも揃って、本当に。っていうか、すいません。服ないんですけど、服。汚い。服もらってない。ユニフォームもらってないんですけど、大丈夫かな？うん。M サイズなんですけど、ないかな？いや、柄悪いよなぁ、パッと見、みんなすごいなぁ。あ、知り合いがいたなぁ。なんかほっとするなぁ、あいつ。邪魔してるなぁ。邪魔だわ。掃除。先輩だけど邪魔だわ。はい、はい。揃ったな。みんな。三番隊隊長就任の件は聞いているな。斉藤君。三番隊隊長の斉藤はじめです。出世頭です、よろしく。お見知りおきを。三番隊隊長だ。そうなんすよね。こいつ昨日入隊したばかりだって話じゃねえか。そうなんですよ。そんなやつに隊長の座任せちまっていいんですかね。いいみたいですよ。谷さん、なんか副長がいいって。斉藤は俺と掃除が立ち会うて実力を認めた。それやったら不足なんか、谷。ずいぶん肩を持つじゃねえか、長倉さんよ。いくらもらったんだ？え？おっと？それとも女か？お前と一緒にすんなや、ゲスが。父さん、僕も言おうと思った。相変わらず堅物だね。ゲスだな、本当に。俺たちは今をときめく新選組の隊長様だぜ。ときめくって言うな。この立場を最大限利用しないでどうするんだよ。誰が三番隊隊長かなんてどうでもええわ。要件済ましてさっさと切り上げてくれまんが、隊の訓練が控えとるんで。すごいな。竹内力さんでしたっけ。好きな人だな。隊の訓練ね。何笑うとんねん、佐野助。いやいや、さすが甲州流軍学を治めた武田さんだ。変わった訓練してらっしゃる。
この前もあんたんとこの大使が愚痴ってましたよ。隊長様の愛が怖いって。原田佐之助、なんか新選組ギスギスしてない？心も体も教育するんだよ、わしの心情へ。嫌なんだけど、なんか。なんなら踊れも味わってみるか？幹部会だぞ。余計な口を開くな。ちょっとお願いします。井上さん、閉めちゃってください。佐之助、隊長のお前がそういう態度を取っているから、十番隊は素行が悪いのだ。口を慎め。へいへい。新選組の小柔道が。聞こえてるぞ。斉藤君には明日から任務についてもらう。松原君、その時に任務を一通り説明するように。なぜ私が？松原さん、教育係やな。隊長になって日が浅い者同士、協力してやれ。あ、君の新参者？私もこの男がいきなり隊長というのは納得しておりません。私がどれだけの苦労をしてこの座に着いたか。松原君、私はお願いしているのではない、命令しているのだ。うわ、かっけえなー。はいはい、じゃあ俺が教えますよ。チャラ起きたな。こう見えて教えるのうまいんですよ俺。いいでしょ土方さん。チャラ男、東堂平介かな。東堂、チッ、日和見だお前は。あは、ひどいな松原さん、助け舟出したのに。どうです土方さん。いいだろう。では斉藤君の件は平介に任せる。了解です。じゃあ明日。それともう一件、先般隊脱走の罪で身柄を捕らえられていた総長兼三番隊隊長の山並圭介だが、昨晩大気に基づき切腹に処した。切腹？違ったよ。山並さん殺しちゃったんですか？どういうことすか副将。山並さんは俺ら司令官の仲間の一人だったじゃないですか。なのにどうして？俺らって佐之助さん、司令官出身じゃないじゃないですか。いつから近藤派になったんですか？うるせえ。俺は何年も前に一度近藤さんの手ほどきを受けてんだ。心は司令官よ。とにかく隊を脱するを許さず、それが新選組の鉄の掟だ。怖いな。山並はそれを承知した上で隊を離れた。だから殺したまでだ。怖い組織に入っちゃったな。1年前の芹沢鴨、平山五郎、平間重介の粛清しかり、ハットに例外はない。すごいな、だいぶやってんな。裏切りは死。すごいぞ。ここにいる皆も怖っ。肝に銘じておくことだ。やばいな、斉藤はじめやばくね。我々の働きに幕府も信頼を寄せている。各隊、さらなる働きを期待する。以上だ。いつもこんな調子。そうなの？局長の近藤がいないのもいつも通りか。ああ、伊藤も言うとったが、とっくに死んどるんやないかなんて噂が立つのもまあ無理ないわ。あ、そんなに顔見せないんだ。うん、おやすさんを殺した覆面の男は天然理心流の使い手であるはず。山並圭介もその一人だったが、俺と戦い、土方に殺された。そうね、胸を一突きにされてましたね。山並が覆面の男だったとは考えにくい。腕は立ったが覆面の男の火ではなかった。まあ弱かったってことなんでしょうかね。つまり山並は沖田のように、手を抜ける状況でもなかったはずだ。山並を除けば天然理心流の使い手は新選組には残り6人。誰？
八番隊隊長東堂平介チャラ男ね。6番隊隊長の井上源三郎、なんかピリッとこう場を締めてくれるね人ですよね。2番隊隊長長倉新八、スポーツ狩り。1番隊隊長の沖田総司、そうね。新選組副長の土方歳三、そして、局長ね、新選組局長にして天然理心流の宗家、最も覆面のところに近いはずの男近藤勇と。座布団の色が違いますからね、長い道のりになりそうだ。そうだね、ほんとそれですよ。いやー、皆様お疲れ様でございます。オコジョンです。どうでしたか第3章ね。ほんと前半はね、前半というか第4章前半はすいません、ずっと黙ってましたね。寝てないですよ、途中からね、急に喋り出しましたけれども、さあ何をすればいいんでしょうかね。第4章はちょっと聞いてみましょうか、この人たちに。ねえねえ、何すればいいと思う？何すればいいの？てか服ちょうだい、服ないの？あれ待って、あれ服ねえ、全然聞きもしない。え、そんなつまはじきにする？新入生だよ、ダメじゃん。なんだ、あれなんだ、斉藤さん、チャラ男来たな。お前は東堂ですよ、東堂平介。仕事の説明は明日からじゃなかったのか？それとは別件でして。はい、これ。あれ、もしかしてこれは新選組名物浅木色の羽織です。あ、いいホーム。これは隊長のみが着用を許された隊長格仕様です。そうなの？明日からこれ着てきてくださいね。隊長としてパリッとしてもらわないと。しますとも。じゃ、お疲れ様でした。3番隊って入ってんのかな、早速。どうなんでしょうね、入ってるんでしょうね。背中に数字が入ってるんですよ。いや、早速着ようよ。ねえ、なんで着ないんだろう。こういうのってすぐちょっと着てみていいっすかって、目の前で着たいな。あの平介チャラ男のどこ行きゃいいんだこれ。あ、こっちだ。矢印こっちですね。外に出ればいいんでしょうかね。さてさて、何をすべきな。ピロリーンって言いました。あ、じゃあ外出るんだ、やっぱり。新選組の仕事は明日からだ。今日は寺田屋に戻るかと言ってますね。あ、寺田屋に戻っちゃっていいのね。了解でした了解ですって言おうとしたのにな。いやー、こんにちは皆さん。新選組ね、期待のルーキー斉藤はじめです。3番隊隊長をね、任命されましたよね。そこのおっさん新選組ですね。ねえ、気つけろや。すごいな、いいのそんな口聞いて。そこトンジョ来る？ねえ、そこもトンジョ来るか。そこもトンジョにさ、いっぱいいるぞ僕の部下たちが。な、いいのか、なんだよ。気つけろや。まったく、こいつよいしょ、こいつっつって。ったく、おい、ほら起きろ、3番隊隊長だぞ、起きろってなあ。新選組なめた、その報いね。中途半端なことやるとさ、僕がさやられちゃうんだわね。知ってた？だからね、新選組はね、なめられたら終わりなんだよね。だからちょっと机とかもね、破壊しますよ。話せじゃないんだよお前。こいつ、こら、はい、いたーっつって。あら、ここって将棋ですよね。入ったことありましたっけ？ないな。入ってみますか。将棋受付、話す。お、この店じゃ見かけない顔だね。将棋を始めようってのかい。それはいいね。この店では頂上を目指す上位戦と、試練踏破で遊ぶことができますわ。あ、順位戦か。順位戦はお客さんの台に近い人から、
対局相手を選ぶんだわ。だから強い人と差し勝ったかったら、自分が段位を上げるんだわ。段位は自分より上の段位の相手に勝つとその段位になれるよ。どんどん上を目指すといいんだわ。読み方っていうか、この喋り方に癖がある主人だな。試練踏破は、盤面にが特別なんですわ。最初はお客さんに有利な盤面にしときますけど、だんだん難しい盤面にしていきますんで。遊び代を500もいただきますけど、勝てば嬉しい景品をあげますわ。頑張ってな。どうだい、将棋指していくかい。遊び代は500問だよ。ちょっとやってみます、ちょっとだけね。僕将棋ルールしか知らない。うん、試練踏破で遊ぶかい。遊ぶー。ああ、遊ばせてもらおう。おい、やりますか。どれに挑戦しますかね。一番簡単なやつ、これ一択だな多分。うん、1位なんでしょうねやっぱりね。それじゃあ頑張ってな。始まったね。あ、超待ったっていうのがある。待ったあるんだ。うん。使うだろうな。待った不採用、採用しましょう。待ち時間は、持ち時間不採用で。決定。この盤面。あなたの後手で始めます。これ超有利じゃない？この盤面どうするか？あ、どういうこと？待って、もう早速取られない、これ。逃げないと。逃げないと早速取られるから、逃げちゃおう。ここも、逃げちゃおう。逃げちゃおう。ちょっとこれやばいんじゃないですか？もう早速。ねえ。これ攻めた方がいいんじゃない？逆に。こんなことない？逆に攻めようか。逆に攻めましょう。うん。逃げざるを得ないもんね。じゃあ。あ、待って、間違えた。こうでしょ？ちょっと待ってください。爪だな、爪。待って。待って。向こう強くない？恥ずかしい。ちょっと待ってね。待ってくださいね。どうすんだ。このままじゃ取られちゃうから、一旦逃げとこうか。ここで、なりましょう。どうしたらいいんだ、これ。ここかな？ここでいいか？いや、待って。考える。落ち着いて考えて、こうしてみる？なっちゃおうか。王手。あ、やばい、逃げないと。逃げないと。やばい、囲まれた。まずいぞ、これ。囲まれてるよ。逃げないと。逃げろ。ちょっと待ってね。逃げろ。逃げてー。こんなピンチになることある？おーって。どこ？母しくじったな。あ、ほんとはしくじった。負けじゃん。待った。超待った使う。あ、すごい申してくれる。そんな申してくれんの？さすが超待っただなぁ。あ、すごい。あ、もう、なに？え、ゼロになるのこれ。しっかり戻してくれたなぁ、2手目まで。これ攻めた方がいいっすね。これ攻めましょう。攻めた方がいい、これは。うん。なんだろう。こうやってね。攻めなきゃダメだわ。うん。で、待って、違うな。これじゃない。落ち着け。このままじゃダメだな。待って。ここでしょ？ここに来たい。ここに来たいから。いや、ここに来なくてもいい。来る必要もない。どう逃げる？どう逃げちゃう？どうする？桂馬あるから、逃げられなくしちゃおうか。はい、なったね。待ってね。はい。攻めればいい。このまま攻めればいい。
攻め押せばいい。王手逃げたね。で、攻めればいい。このまま攻めろ。攻めの将棋。いや、まあ、守りに入ったな、今度は。守りに入ったが、どうだ？これで王手でしょ？あ、守りに入ったな。ま、うん、守りに入ってるけど。ここはもう追っといても大丈夫。でも、ここ待って、ここでこうじゃない。これでもう、積みじゃない？積み。よし、勝ったー。へい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 。積んだぞ。また刺しに来てくれよ。いや、もうお腹いっぱいだなー。うん。超マッタ使っちゃったからね。いやー、恥ずかしいなー。と、まあね、将棋の腕前はこんなもんなんですよ。僕はね、苦手なんです。さてー。じゃあな。またな。いやー、面白かった。将棋ね。久々にやりましたね。十何年ぶりとかにやりましたね。いやー、すごいなー。こっち行って、こっちか。あれ、こっち通れないの？こっち、これ。これ何これ？ここ。なんだお前は、まさかここを通りたいって言うのか？あ、ここ、ムクロガに繋がってんの？残念だったな。見ての通り、この門はがっちり封鎖されてる。ここは通れねえ。って思うだろ？だが、へへへ。あんたがどうしてもって言うなら、方法がないわけじゃねえ。あ、そうなの？わかるだろ？魚心あれば水心ってな。実は、俺は無性に、酒が飲みてえ。ああ、酒が飲みてえなーって言ってますね。これは酒を、こいつにくれてやればいいのかな。ま、そういうことだ。持つも持って出直すんだな。酒持ってましたっけ？持ってた気するんですけど。またあんたか。どうだ？ここを通りてえか？俺は引き続き酒を飲みたいわけだが。何を渡そうか。ああ、まあ、一個だけあったんだね。まあ、渡してやりましょう。ほら、これでも飲め。へへ。物分かりがいいじゃねえか。よし、ついてこい。通してやる。秘密の抜け穴があってよ。へへへ。あ、そうなの？と、こんなもんだ。へへへ。毎度あり。あれ？ムクロガイ来たのかな？あ、ムクロガイ来てますね。あ、そうだったの？ここ行けたんだ。ちょっと待ってね。またあんたか。しょうがねえな。ついてきな。あ、もう、何？あ、自由に出入りできる。やったぜ。ムクロガイにもう船。船を出さなくて済むようになった。多分。またあんたか。しょうがねえな。ついてきな。オッケー、オッケー。よかった。あそこまでぐるーって回ってね。船行くのめんどくさかったんで、こっから入れればまあいいですね。うん。って言っても、ムクロガイに別に何も用はないんですよね。うん。何にもないんですよ。ね、こうやって絡まれるだけなんで。なんだ？びっくりした、今。そんなの何？何今の？あ、倒した。何？何だったの？ねえ。何これ？うん、間違ってたでしょ君。何？うん。まったく。特にないからな、ムクロガイ。ほら、船ないっすね。うん。帰りはあの門くぐって帰れってことでしょうね。了解でーす。ムクロガイ来たはいいけど、することなし。ね、一句読んでしまいましたよ。うん。さてさて、じゃあもうちょっと寺小屋じゃない。勉強しに行っちゃうね、ごまードね。寺田屋に戻っていきましょうか。ね。もうね。そんなこんなで。うん。向かいましょうよ。ちょ、道がわかんないんだけどね。向かいましょうよって、こう、その、言ったはいいけど。うん。言ったはいいけどね。また戻っちゃうんじゃない？そんなことない？大丈夫？おっと、落とし物だい。
首危険。さて、こっちで合ってっかな。こっちだよな。もう今地図しか見てないですからね。人にぶつかったって知りません。もう本当に知りません。母言い過ぎ、本当に。そこのあんた、まあ、なんだよ、いつも金持ってるって。金持っとるくせに。あれ、ん、あれは神主隣にいるのも早い。なんだ早いぞ。何お願いしますよ。